はい、どうもこんにちは。今日は、毎日投稿を始めて1週間経ったんで、まあその、なんだろう、ログというか今の心境、をちょっとこのビデオで残しとこうかなと思って、まあ、この動画ノーカットで多分そのまま YouTube に上げるんで、編集はしないです。で、まあ先週1週間前にちょうど、まあ、YouTube の、まあ、毎日投稿を始めますということで、毎日投稿を始めたんですよね。で、なんかその行った直後はいいものの結構大変だなってことに気づいて、何が大変って一番、動画編集がすごい、やっぱ僕慣れてないし本当初めての試みだったんで、動画編集が一番時間かかるから、その、動画撮ってそこから編集するその作業で多分最初の2日とか結構やっぱいい編集をってことで4時間とか5時間とか使っちゃったりしてて、YouTube だけやってたらいいんですけど、一応こっちで僕留学してるんでそういうわけにもいかず、ちょっとなんか行ったはいいもののやばいなって思って、それが毎日投稿始めますって言った直後の、正直な心境でしたね。でも今はだいぶ考え方を変えて今は YouTube をやろうと思ってて、っていうのもなんか毎日投稿する意味って本当に文字通り毎日投稿することに、意味があると思ったんで、毎日続けなきゃダメだなと思ったんですよね。当たり前のこと何言ってんだよって思うかもしれないですけど、でも本当そうだなって思って、だからじゃあそれをするためにはどうすればいいかなって言った時に、その毎日投稿しますって言った直後はいい編集をして、他の YouTuber みたいに編集もカットするとこはして字幕もバッチリ入れて効果音とか BGM もバシッと入れるみたいなのをやってたから、やろうと思ってたからそうやって時間がかかってたんですけど、それをしちゃうと多分続かないなと思ったんですよ。もう大変だなって、また毎日それやんなきゃいけないんで、憂鬱になるというか、また今日もあの作業を繰り返ししなきゃいけないのかみたいな、最初からそんなに手間がかかってたら絶対続かないなって思ったんで、編集の点数を点数っていうかハードルを下げる、自分の中で、前は始めた直後は100点の編集をして100点の動画を YouTube に上げようっていう考えだったんですけど、もう今は50点60点の動画を上げようみたいな、毎日投稿しますって言った動画の中にも言ったんですけど、口だけだったというか、その時は毎日投稿する大変さとかあんま知らずというか、そういう感じだったんで、でも今は本当50点60点の動画をポン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 出していくみたいな感じにしようと思って、やってますね。そしたらだいぶ気持ちも楽になったし、これなら続けれるなっていう感じ。編集しないことはないですけど、もちろんしてますけど、そんなにがっつりやらず、ポンって1本取ってささっと編集してポイって出すみたいな、そんくらいの方がやっぱ続けられる。筋トレとかはもう同じだと思ってて、全然筋トレしてないやつが、よしじゃあ今日からジムに行って、ベンチプレス50回100回やるぞって言ったら無理じゃないですか。多分ジムとかトレーナーつけても絶対そういうあれはしないと思うんですよね。やっぱり何もやってない人がそういうの始めるってなったら、最初は軽めのメニュー、筋トレだったらそのベンチとかも自分の6、7割の重さを、まずは10回からやってみましょうとか、そういう感じでやっていくと思うんで、まずジムに行くとか筋トレをするっていうこと自体を習慣化しなきゃいけないなと思ったんで、まずそうするために僕自身もその編集の点数を下げるっていうことをしました。ですね。なんで今は始めて、まだ1週間ですけど、でもだいぶ毎日ささっと編集するっていう習慣はついてきたかなという、感じなんで、このまま順調に続けてたらいいなと、思ってますね。なんで、この僕の動画を、見てくれてる優しい人たちも僕のその毎日投稿を見て習慣化したいこととかあったら、
そのまあなんか全然100点じゃなくてもいいんだなっていうことに気づいて、うん、なんか一緒に習慣化、なんか習慣化したいことをなんか一緒にできてったらいいなっていうふうに、うん、思いましたね。はい、なんで一緒に頑張っていこうという励ましじゃないな、なんだろう、その、まあ、意気込みというか、うん、そういう感じで、まあ、動画を撮らせてもらいました。そうですね、まあ、初めてまだ2週間ぐらいかな、でチャンネル登録者20人してくれて、いや本当に嬉しいです。うん、いやまあたかが20人って思うかもしれないですけど、まあ、その YouTube のそのカーストというかハエラルキーで見たらもうめちゃめちゃ下の方ですけど、でもなんか登録してくれる、見てくれてる人がいるっていうのは本当に嬉しいんで、うん、ありがとうございます。まあという感じで、はい、まあ毎日投稿始めて1週間の心情を、うん、Vlog 的な形で撮らせてもらいました。ではでは最後まで見てくれた方ありがとうございます。